ローザンヌ制約は、キリスト教の世界宣教を促す、キリスト教との信仰宣言。現代の福音派的キリスト教の中で最も有力な文書の一つである。1974年、スイスのローザンヌで開催されたローザンヌ、世界伝道会議に2300人の福音派のキリスト者たちが集い、この制約を結んだ。最初のローザンヌ会議は、委員長。 ビリー・グラハムが世界中から150カ国以上のキリスト教教派の指導者を招集して開かれた。文書作成委員長はジョン・ストットが務めた。会議の参加者は制約に署名し、また世界選挙のためのローザンヌ委員会を設立した。制約は信仰告白の形をとっている。その中で制約者たちはイエス・キリストの福音を広める使命において、 失敗してきたことを認め、解根を表明している。制約は特に、二階やコンスタンティノポリス信条の信条を確認している。また世界中に、キリストの十字架の福音を広める誓いを表明する。制約には、聖約者たちの信仰を表す15項目がある。これは、英語で書かれ、少なくとも20の異なる言語に翻訳された。制約の例として、 スコットランドの教会の制約があり、彼らは制約者と呼ばれた。これは単なる宣言ではなく、世界伝道の使命に心を尽くして献身するという、より強い決意を制約し、表明している。会議の参加者は、世界中のクリスチャンである。会議の精神は、1、神に感動し、二、失敗に開婚し、3、伝道の使命を自覚するものである。福音を、 全世界に述べ伝えるべき大物命令に応答し、決意した者たちが制約を結んだ。神の存在、神の未旨、神の力。伝道に必要な精霊の力を告白し、献身を表明する。聖書の権威、聖書の霊感、聖書の解釈。キリストの独自性唯一の救い主、キリストの世界性。唯一の救い主と唯一の福音のみの存在を告白し、 シンクレティズムや異教との対話を、キリストと福音とに対する冒徳とみなして拒否する。ウダススムは、福音派とは、1846年に、ロンドンにおいて、結成を見た、福音主義同盟の旧行からなる、信仰の立場と、1974年の世界、伝道会議が出した、ローザンヌ制約の中に表明されている、聖書的信仰と宣教観とライフスタイルを、信奉する。 精霊派から改革派までのキリスト者の群れを指す名称としており、世界的な福音派の信仰として認められている。福音主義キリスト教と福音派、P132 から134教律、キリスト教研究所、選挙ハンドブック、福音派と福音主義、P248 から249。ありがとうございます。